パーティーでのシムノン、ティム・シムノン、ティム・シメノン、1967年6月21日台、は、イギリスの音楽家、作曲家、制作者、レーベルボス。ロンドン・シブリクストン出身。ボム・ザ・ベースで活動している。1980年中期に、ロンドンのワグクラブで、DJ 活動開始。1988年、プログラミングのパスカル・ガブリエリと、ビートディスを制作。 ボムザ・ベースのデビューシングルとなった。BBC の番組による時計費は500ポンド。古いヒップホップ、ジミー・キャスター・バンチのファンク、俗夕日のガンマン、サンダーバードのサントラなど72のサンプルをコラージュしてある。リズムキングレコードからドロップしたビート・ディスは UK チャートで2位。コミック、ウォッチメンから引用したアートワークはアシッドハウス。 レイブの分野で頻繁に模倣された。すぐにデビューアルバム、イントゥーザ・ドラゴンを発表、3枚のシングルを切った。アルバムの謝辞は、日本のレーベルメジャーフォース、ニューヨークのプロデューサーダブル、D& スタインスキー、イギリスのワイルド・バンチ、バンド23スキール、レーベルローニン・レコーズなどに捧げられている。ヒットメーカーとしての評判が確立したのは、スウェーデン出身のネナ・チェリー。 バッファロースタンスがヒットした時、ボムザベース、ロックディスプレイスというリリックを含む、この曲は UK チャートで3位、US ダンスチャートでトップに立った。その後ネナのデビューアルバム、ローライクスし、セカンド、マンチャイルドが続いた。続くアルバムで生楽器を増やし、アンノーンテリトリーではロックギタリストを招き、クリアーはレゲートダブを導入、オン、ユーサウンドシステムや、 タクヘッドなどの集団から多くの楽器演奏者を招いた。湾岸戦争の時にボム・ザ・ベース名義は使えなくなり、ティム・シムノン名義で作品を発表していた。1990年に、ジョン・フォックスとネーション12名義で12インチ、リメンバーを発表、イギリス中のレーブで大ヒットしたほか、ビョーク、デビット・ボーイ、マッシュブ・アタック、アッシュ、シール、カンサー・リデイ・テッド、 ヘクター・ザ・ゾ,ゾー、ギャビン・フライデー、デペッシュ・モードなどをプロデュース、リミックス、共演した。1995年、ギャビン・フライデーのアルバム、シャグ・タバコからのシングル、エンジェルでブレイクし、同曲は映画、ロミオ・ジュリエットのサウンドトラックに収録されるまでになり、デペッシュ・モードの二人が目をつけることとなった。1997年、シムノンは彼らのウルトラを担当し、 ナンバーワンヒットとなり、シングル、バレルオブ、エーガン、イッツノーグッド、ホームを切る。300万枚を超えるヒットとなった。その後シムノンは、疲れきり、10年以上も働き詰めで燃え尽きてしまった。何のアイデアも浮かばなかったといい。アムステルダムに引っ越しブラブラしていて、エレクトリック・トーンズ・レーベルを始めることにする。2000年に、レーベル設立。コンピレーション。 フロークレアトールを発表。2013年、ゴーストカプセルズと共に、ウィーンにて、ドットアリソン、バンコクのエレクトロバンドフトン、スコットランドのファングズなどを担当。2008年のフューチャーカオスで、ボンザベース再始動。9曲入りのアルバムには、トゥーブ、ジョン・スペンサー、富ミ宮城、マーク・ラ・ナガンも参加した。サードシングル、ブラック・リバーでは、 マークラナガンをボーカルにしていた。2013ボムザベース、インザさん2010ボムザベース、バックツーライトに前0チトゥーブ、パイレートティース W、ボムザベースボムザベース、ブラックリバー W、マークラナガンボムザベースバターフィンガーズ W、ンド宮城ボムザベース、ソスペシャルボムザベース、フューチャーカオスファングズ、ファングズシティロッカーズファングズ、 パニックアタック2007布団、ストラップイットオン布団、ラブソストロング布団、エンドオブフレンド2006プライマルスクリーム、サムタイムズ、アイフィールソロンリードットアリソン、クイックサンドドットアリソン、ペーパーローズビーギー、ソフジューメットリオスイディエビギー、ありがとうございます。